デーブ・ヒロウには、アメリカ合衆国のアニメーション監督、声優、テレビ脚本家、テレビプロデューサー、アニメーター。アニメーションスタッフとしての代表作として、アバター伝説の少年アンお及び、スター・ウォーズ、クローン・ウォーズの劇場映画及びテレビシリーズがある。また、2019年には実写ドラマ、マンダロリアンの制作総式典監督を務めた、ことでも知られている。 デーブ・フィローニはペンシルベニア州ピッツバーグ近郊のマウント・レバノンで育った。マウント・レバノンハイスクールを経て1996年にペンシルベニア・エディンボロ大学を卒業した。フィローニの父はオペラやクラシック音楽のファンで作曲家のケビン・カイナーによるとフィローニはクラシック音楽への賞賛を父から受け継いで共同の作業をお手伝い。 反乱者たちのスローン大提督のテーマを作る際に、オルガンを使う提案をしたことで、カイナーは、フィローニの名をクレジットした。フィローニは、ソフトおじがパイロットだったとも述べており、おじは飛行機の修理を専門としていた。これを、スター・ウォーズ・レジスタンスのコンセプトに対する大きな影響として挙げている。ルーカス・フィルム・アニメーションで仕事をする前に、フィローニは、アニメシリーズ、 アバターの第一シーズンでアバター伝説の少年アンの格和監督をするためニコロデオンで働いたスターウォーズ、クローンウォーズの劇場映画及びテレビシリーズの監督を務めたまたスターウォーズ反乱者たちのシーズン1から4の前作でクリエイターとエグゼクティブプロデューサーを務め最初の2シーズンと第4及び最終シーズンでスーパーアバイジングディレクターも兼務した なお、同作では、主要キャラクターのチョッパーの声や一部のストームトルーパーといったモブキャラクターの声を自ら担当している。フィローには、ウェブ配信アニメのスターウォーズ・ホース・オブ・デスティニーでは、エグゼクティブプロデューサーの一人、2018年から2020年のスターウォーズ・ホース・オブ・デスティニーでは、クリエイターとして、それぞれクレジットされている。 2019年から始まった実写ドラマ、マンダロリアンでは、制作総指揮及び監督を務めた。ABC ・イ永ガ孝タなぜ、マンダロリアンは、スター・ウォーズの新アプローチに成功したのか、脚本家コンビが語る、創作の秘訣。ザ・リバー。2021年2月21日閲覧。応援、ロブ、チューンドイン、ピッツバーグネイティブ・デルブス・イン・トゥー、スター・ウォーズ・ロア。 ピッツバーグポスト、ガゼット、オリジナルの2015年1月11日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ2015-01111215277スラッシュ http www.postgazette.com、あえ、tv ラジオ2014-10-03 チューンドインピッツバーグネイティブデルブスイントゥスターウォーズロアストーリーズ2014億13万102017年10月17日閲覧ヤングブライアンスターウォーズコンポーザーケビン・カイナーオンフォローイングインジョン・ウィリアムズギャラクティック・フット・ステップスサイファイ2019年11月25日閲覧スターウォーズ・レジスタンスアニメインスパイアードシリーズ セット・フォー・ホール・デビュー。スター・ウォーズ・ドット・コム。2019年11月25日閲覧。アンデルタン、イーサン、デーブ・フェロニ・ナウ・オーバーシーイング・クリエイティブ・デベロップメント・オブ・ニュー・ルーコサ・フィルム・アニメーション・プロジェクツ。フィルム。2019年11月25日閲覧。ありがとうございます。